その間に一度、まあ、記念撮影もちょっとよろしくお願いします。という形で、あと社長の方よろしくお願いします。はい、みんなお疲れさん。はい、感じです。はい、6時半ね、今日、今回の、金曜日皇帝会議はちょっとスペシャルバージョンでね、今日はですね、今橋本君からね、使いましたように、この前のナジュカの、シカゴカンファレンスでも、お世話になりました、シアトルの造園家小林光一さんにね、にお越しいただき、また、京都大学の妻の全学会や、またね、みんなにはおなじみの、新里君、今インターンで来ていらっしゃる調査のね、指導教官でいらっしゃいます今地先生、ね、お越しいただきました。で、小林先生は、なんとね、私のお師匠さん天崎先生の、同級生いらっしゃってそういった、ね、まあ、で京都大学で、造園、当時は森林生態、造園でいいんですか、林学科で、ね、られて、今ずっとこう、ね、シアトルにいらっしゃって、まあ、海外在住の造園家という、ね、目線でいろいろ、今日は僕らにいろいろね、ちょっとね、ご教授いただけるということで、楽しみにしております。では、はい、どうぞよろしくお願いします。皆さん、はじめまして、小林光一です。あなたは初めてじゃない、彼も初めてじゃない、加藤君も初めてなんですけど、僕は別に教えるっていうことは全然考えてませんで、まず、皆さんにお願いがあります。で、これ見ていただいたら分かるように、あなたたちが心に一番今まで感じたお庭の名前をできれば3つ、できれば5つ、最大は7つぐらいまでをこの第3ページに上げてください。で、話してるうちに書いてもらったらいいですけど、この写真に上げてあるのは僕が今まで非常に心に感動を受けた庭を入れてます。これが1番だとか2番だとかそういうつもりは全然ないんで、それでいい。で、別にこれが好きやとかなんとかそれもないんです。その時にこれがこう一番心に打たれたというそういう庭です。で、できれば3ページ目をこう破って名前と年齢を書いて、例えば何千人の豊穣がええと、いなたら何千人の豊穣と書いてください。ということで、これを見ながら。これはそしたら、小林先生にあとみんなで、あとこうね、書いてもらって、でこれをビャーッとスキャンさせてもらって、メールでビャーッとね、また小林先生に、ね、はい、はい、します。はい、で僕は今、もうあと半年で、70になります。残念ながら。そんな中で、海外に住んでますから、日本の造園、それから日本の庭園というものについて、もう海外から見るという視点でいろんな話をしてきてます。今までの経験の中で僕はちょっと変な人間でして、大学の教師やったり、それから地方公共団体の役人やったり、自分の事務所を34年ぐらい生徒でやったり、から建築事務所で働いたり、設計家としてやり、やってきた場所もアメリカ、カナダ、中国、それから中近東とそういうふうにやってきてます。それが僕は昔からこの造園の中でも、まあ、僕らの言葉ではランスケープアーキテクチャーという名前で呼んどったんですけども、できるだけ広い範囲のことを自分の中にやっていきたいなと。でそういう中で今までいろんな話をしてきたんですけれども、つい最近は3つぐらい世界過渡期における造園への私的な展望、それから2つ目は5つの庭の物語、それから第3番目に東北大震災造園家としては何ができるか、そういうことをずっと話していきます。今日は話し始めます。2番目から話し始めて、時間があれば第3番目になります。で、第1番目は
あのちょっとあまり面白くない話なので今日はやります。これ全部やると4時間ぐらいかかります。次、今日お話ししますのは実はこれ全部英語で説明するようになっているんで、みんな英語版で出てきますから、シアトル の日本庭園、それから久保田庭園における前庭の設計、それからミッドディアイランドにおける個人庭園からシカゴの大阪ガーデン、そして最後に七五三の子供の道というのは非常にここにあるご縁の道のようなもので、これは即成で作った庭です。9時間ぐらい時間がありまして、シカゴのコンフェンスの時に、実技の時間取ってありました。ちょうど庭から石が出てきまして、こんなやつをね、でそれを既存の園路に埋め込んで、やったもんで、我ながらよくやったという小さいものですから。一番次行きましょう。でこれは一番初めのシアトルの日本庭園、大学の植物園の中にあります。次、これはもともとは猪下清という東京農大の当時教授をやってた人がリーダーになって設計された庭です。でシアトルとその当時東京都が非常に近い関係にあって、東京都からデザインが全部持ってこられました。次、でそのインスピレーションの一つとして、これは東京農大の鈴木誠先生が言われてきていることですけれども、松浦藩の庭園と蓬莱園というんですけれども、その一部が出てます。これは猪下清が実際は保存無償頑張ったところでできなかった庭なんです。次、これはその当時の写真です。もう今は本当石碑が一本立っている。で今東京からデザインを持ってこられて言いましたけど、全体をまとめてたのは飯田デュークという東京の庭さんで、雑木の庭というので非常に名を馳せた人なんですけれども、それ以外に東京都の造園職の方々、筆頭は北村信正さんという方で、で都の職員さんがこういう日本庭園をやるということで、まず日本の庭を勉強に行こうというので行ったのはここです。次、で彼らは日本で設計図を起こしまして、次、これがその当時に書かれた図面です。次、でこれは完成した時に書かれた図面です。次、これは観光した時の写真です。1960年、これは当時の施工模様ですね。次、これもともと3年かけて建設する予定や、それを3ヶ月でやっちゃったっていう。当時まだ日本ではブルドーザーとかトラクターとかその一切使ってなかった時代で、チェーンブロック使ってこうやってた時代、これ初めて重機を使った庭なんですね。飯田重機さんに初めて強くて。次。で、木も、ほとんど全部、現地のシアトルでの、入手して、もちろん、仕立てた木なんて全然ない。自然木みたいなのを横植えして、ようやくできてきたという。次。これもこっちに建てる方がいただけるんですけど、これはなんだ、落成式の写真ですね。次、でこれそれから1960年から40年経ちまして、もうやっぱり相当損傷があるんで、これをリノベーションしようと、補修しよう、当然しようというので僕が加わりました。でこれはその時に、その時初めて僕この庭の歴史をよく勉強させてもらって、
で、これが、なんだ、施工観光した時の図面 で、これが2000年に、大学が加わった時の図面 で、それをこう重ね合わせて、どれだけ経年変化してるかというのを表しています。これはだからキャスを用いてやる図面ですから、もうすごく典型的な向こうでの図面です。次で、これもともと湿地帯だったんですね。で、全然そこはない、そこの消す庭です。で、これ全部石を外しまして、アクセスが非常に難しいところで、外から50トンクレーンで全部足らない石を、で、これはその補修の時に図面と合わせて大きな石が抜けてるんですよね、相当。それを継ぎ足しました。だから日本の名所庭園の保全、ではかなわないことをここではできた。はい、で、これに実際に石を置いてもらったくれたのはクリスさんです。次です。僕は庭師がないんで、図面は描くけれども、ここまで来るとこう予報で帰って見てるだけの人間ですね。はい、次。これがそのクリス・ホイッチさん。で、さっきちょっとね、加藤さんと話してた鈴木じゃない、水野さんっていうのも一緒にやってくれてるんですよ。はい、次。で、これが終わった時の。はい、次。これは飯田重機がやった竹口と流れの部分です。で、彼ら仕事を分担して、東京都の職人さんは北半分、池の部分、飯田重機さんは滝から造木の廃止を作った、そういう部分で雰囲気が全然違います。それに東京都がまたお茶庭を寄贈してるんです。だから3つの要素が入っています。はい、次。はい、次。はい、次。で、僕もこの庭にもう40年以上ある意味では関わってきて、これからはこれをどうにか変なものにならないように見守るのが僕の役目やと思ってます。はい、次。はい、次。はい、次。これは面影道路ですけど、まさにこのさっき言った蓬莱園の面影道路と一緒のやつ で、ここに猪下清が自分が叶わなかったことを作り出しているという世界です。で、もともとはね、ちょっと一つこの上の部分ね、さつきの刈り込みの上に何ていうかな、防火炉みたいなできるはずやったんですが、まだできてない。次。これ庭の作りとしては非常に簡単で、竹口から水が流れて、流れ、それから大海に来て、それからこちら側は人家があって、そこから水が本当の海に太平洋に出ていくと、そういう簡単なストーリーでできてるんです。だけどものすごく見立ての部分が多いですね。さっきのフィーダーなんだけども、あれは家なんですよ。次。これはもともと言ってみたみゆき御門ですけども、もともとの設計ではあの場所に、作られたんですけども、現在はこの南から入る、これは東なんです。というのは向こう道路、中央道路を走っていって、とても玄関になるんだけど、はい。次。これは茶庭の部分です。立石のお茶室と、ちゃんとした茶室です。これは裏千家から、あ、ごめんなさい、表千家から
協力してもらってできたものです。あの図面は全部水組が作って、もともとは日本で全部採掘して、それでシアトルに持ってきて組み立てて、それは戦前にできたんですけど、戦後放火にやって全部埋め地にありまして、それもっぺんやり直した。はい、次これは実際の工事中のところですけど、今日ね見せてもらった限りね、なんかそうだ、全然感じの違う、言ってみたら非常に繊細な流れの庭で、残念ながら皆さんあの欧米人がここへ来てね、あの滝全然水を飛んせえへんようなって言ってね、もともとのその策定の意思が違うんで、だからそれをどういうふうに監修をしてもらうかと見せ方もあるんですけどね、今は全然まだできてないんです。はい、次。僕が初めて行った時、あれはもう鬱蒼として何も見えない、どこに滝があるんやって感じで、はい、でね、庭を見る場合にいろんな季節で見えますよね。これは本当あの珍しい、これあの冬の期間はこの庭公開してないんです。それをまあ潜り込んで撮ったのがっていうことです。もう冬はやっぱり全然雰囲気が変わるんですね。もう本当たまたまこのいい時に出会わせて撮れるというのは幸せですね。はい、次。シアトルは5年に1遍このぐらい雪が降っています。普段はほとんどありません。